の揚げまんじゃないけど揚げラーメン屋さんなんじゃないの。備蓄屋さんですね、うん、ものすごいラーメンがあると。ものすごいラーメン。もともとの1人前の一角千金ラーメンを10倍にしていただいたのがこのテカモトです。それ一角千金ラーメンというのはいくらなのか。1杯ですか。はい、1万円です。え、なんか今宝くじ買ったらめちゃくちゃ当たりそうな気するぞ。年末ジャンボとか、うわーすげえ。地元ドバイとか生買おうやろと思ってイベントとしてステージと会場を作って選手ミュージシャンのライブみたいなこと。そうです。うわぁ、行きたいと思います。よし、よし、に入って始まった。どうもサムライティングでございます。いいタイミングでしたね、今すごくいいタイミングでしたね、はい、今日何ですか。今日ですね、はい、あの前回の顔を見ていただいた方には分かると思うんですが、はい、今回もですね、あの新宿のど真ん中にある石川屋さんにお邪魔しております。おお、あのプレミア公開見たけどなんか過去一の同説じゃなかった。あ、そうなんです。過去一で、プレミア公開が6000人超えたということで。あれなんで、あれ何ですか、ね、だって今までの最高が4000だっけ。そうです、そこちょっとギリ超えるか超えないかぐらいだったんですけど、今回すごかったんです。6000人なんですよ。え、あれさ、動画1時間ぐらいでしょ。どのタイミングで6000超えた。40分経過ぐらいです。40分経過、やばいね。マックス6500ぐらい。6500、7000いくんじゃないかなというぐらい。あれじゃない、あの揚げまんじゃないけど揚げラーメン屋さんなんじゃないの。マジでぶち上げですよ。ぶち上げでしょ、市角屋さん。え、そんな市角屋さんで今日何するんですか。ガオーの方ではマックスラーメンを皆さんいただいたんですけど、はい、美味しかった。美味しかったですね。僕らとか食べれてないんですよ。そうだよね、はい、食べれてもないんですよ。そうだよね。で、正直俺らもね、完璧に味わえてるかって言ったら味わえてなかったよ、はい、戦いだから。市角屋さんですね、うん、ものすごいラーメンがあると。ものすごいラーメン。僕ら今までいろんなラーメン食べてきたじゃないですか、うん、見たことないぐらいのラーメン。ちょっと待って、じゃあ俺のものすごいエピソード言っていい。いいですよ。その話めちゃめちゃ長かったけど、多分それもすごいけど、それより全然すごい。マジで。だって何色だ。こっち500円が5万だぞ。玉何色だったの。玉銀。銀でしょ。うん、まあなんだスマパチだから画面の中でしか見えてない。ここ金だ。金なの。どういうこと。何金って。金なんです、ラーメン。金なんです。もう金のラーメン。ロスのラッパーが食べてそうなラーメン。プリプリの。え、どれ。そうだ、想像がつかんけど何なの。金で黄色じゃないの。スープ黄色じゃんだろ。もっと金なの。何なんだよそれ。それしか言えない。何だよそのすげえヒップホップな感じ。よくわかんねえぞ。すんごいラーメンあるんですよ。で、まあせっかくなんでね、今回、はい、まあ、あの近く屋さんにお邪魔させていただいて、はい、その、ま、キンキンの、はい、ギンギラギンの、はい、ラーメンを食べたいなと思ってます。かわいい。新宿って個性あふれてますよね。じゃあ止めてよ、止めて、突っ込んで突っ込んで。そうです、そうです。ここ、こいつの悪意で使われたら俺ものすごいことになるから。結構使われてるんですよ。使われてる。あ、じゃあ金のラーメンがあると、はい、それ今日食べんの。食べます。お、やった。なんでね、あの早速ちょっと市角屋さんね、はい、あの後でケンスケがインサート入れてくれると思うんですけど、はい、この場所でビル一棟なんですよ。え、全部これ全部市角屋さんの持ち物なの。そうです。やばっ。ビル一棟市角屋さんで、1階はカウンターなんですけど、2階と3階がテーブル席になってるんで、そこが出してる、ま、金のラーメン。金のラーメン。なんだよそれ、気になるな。それを本日はいただきたいと思います。ありがとうございます。というわけでこれが、はい、先ほど言っていたゴールデンラーメンですよ。ちょっとあのすごすぎて引いてます。全部食べたら、食べ終わった時に歯が全部ビッキーダキーダーキーみたいになってると思う。なってるでしょこれ。あともう一つ言っていい。これリゼロでこれ来たら絶対あの大当たりの公演室だから。早く食べよう、もったいないよ。いいの食べて。食べていいっすよ。これ俺これ一人食べていいの。
食べなくていいの？僕、別にまずはもう来るんで。本当に？じゃあ食べちゃおう。いただきます。はい、もう、じゃあ見て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 、やばいよこれ。レンゲと、あ、すごいよこれ。もうガロ感じきになるね、これすげえ。じゃあいただきます。どうぞどうぞ、お先に行ってください。これちょっと月山のこと聞いていいですか？はい、ちなみにおいくらするんですか？これわかんないけど、これもともと石角屋さんがですね、はい、石角千金ラーメンというメニューを出されてる。うん、石角千金ラーメン、はい、それ何ですか？これとですね、その今説明させていただいた石角千金ラーメンのまっまいそうなんですよね、10倍サイズなんです。もともとの1人前の石角千金ラーメンを10倍にしていただいたのがこのデカ盛りです。それ石角千金ラーメンっていうのはいくらなんですか？1杯ですか？はい、ってことこれ10万10万っす。10万っす。え、これ買っていいの？行くっていいですよ。え、マジでいいの？本物の金ですもん、だってこれマジで。え、金の味するんですか？なんつってんだろう、味はね、多分ないと思う。金属っぽい感じでもないし、なんつってんだろう、なんか、わかんない、うまく感じる。目でやられてんのかな。すげえマジで。これさ、金額もすごいけど、量も結構すごいね。もう10年前ですからね。今って何キロあるんですかこれ。いやでも、前回のガオで食べたのが14杯ってことじゃないですか。うん、でも10杯分ってことは、まあまあ至高なサイズなんだと思うんですけど。確かに。ちょっと待って、これさ、ちょっと待って、はい、これもしかして、これ金？それ金です。これ金なんです。あ、ここだけじゃないのね。これも金です。見え切れてなかったわ。これ金で巻いて食べれるんですよ、ラーメン。え、これマジ金？マジ金ですよ。もうすごい分かりやすい。いや、マジですよ。すごい。すごい。おいしい。普通にうまい。これ昔テレビからまで見たことあるんだけど、金って結構体にいいって。そうなの？うん。マジで。なんか今宝くじだったらめちゃくちゃ当たりそうな気するよ、年末ジャンボは。まあこう金運上がる感じですからね、もうラーメン自体の。なる。じゃあ金で巻いちゃいます。うわ、ゴールデンロール、ゴールデンロール、いただきます。うまいか、気になるな。うまい。なんか今まで隣でラーメン食べてる人の見て一番気になるのこれの味ですこれ以上見えあるかな。うまい、うまい。うん、これ巻くのいいね家系ラーメンですけど、ライスいらないですか？あー、欲しいね。もうちょっとしたら欲しいな。うまい、うまい。うん、ゴールデンラーメンうまい。これこれ似てるな。あけビブルカードぐらいのサイズなんだけど、あけうまいよ。え、ちょっとピリ辛？辛くないよ、むしろコクがあるから。ケンちゃん食べてるんだ。これはね、表現したことがない味だから、なんて表したらいいかわかんない。金の味、金の味。でもうまい。あー、うまいんじゃない？普通に。あ、ピリ辛っていうのはわかる。ちょっとピリ辛じゃない？マジで？でもコクがすごい深い。海苔の味ですね。そうだね。ピリ辛だよね、絶対。はい。こんなの多分世界初じゃない？こんなの。ナイス。何で？金豚、金豚。口の周りが汚ってるとちょっとかっこいい人初めて見たかも。バブリー。お、神が見た。あ、どうぞどうぞ。これがネギチャーシュー。ほい、こちらがササミ。うまそう。
じゃあ赤いのいただいちゃいます。いっとってめっちゃうまいっす。うん、どんな感じ。辛いの。結構濃厚の豚骨のスープに辛みはしっかりあります。なんかチーズエビというか特製の香りしない。それ違う。いや僕も今確認してから言おうかな。エビ海鮮系入ってないっす。入ってない。入ってない。いただきます。うん。意味ですか。意味です。山椒系の辛さも入ってない。この感じで飲みですね。はい。意識高いから。でも辛いは辛いですけど、美味しく食べれる辛さぐらいの程よい辛さです。激辛強いですけど全然いけたい。確かに辛いちょっとこれうまい。楽なんて、はい、ライスあれです。うわいいな。僕もライス。はい、お願いします。XS だよ。 XS XS それ買ってください。マリアさん、これ下からさ、結構この見えてなかったんだけど、下から混ぜると細かい唐辛子が出てきて辛みが結構一気に増す。これ美味しいよ。食べるわけないけど。食べないんかい。早っ。ちょっとはちょっと家系っぽく。すりおろし。うわ、この量だとどんなにんにく入れるか分かんないですもんね。もうなんか探り探りだよね。でもう両方いっちゃうよ。けんちゃん、どうぞ。ネギチャーシューですよ。俺思ってたのよ、そろそろさ、はい、あのガオ出るか。僕がいや無理でしょ。だから君もね、自覚ないかもしれんけど、君も結構ね、中部くらいのもん叩いてる。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃうまいですね、これ。ちょっと味付けしてあります、これでも。そうですね。フルカス。そういうタイプだ。フルカス。フルカス。パチンコも結構フルカスなんですよね。うまそうっすね。これよ、これ決まるぞ、これ。決まった。やばい。で、この風数を染み込ませる。うわぁ、すげぇ。金持ちのご飯ですね。なんじゃ、地元ドバイとか。おいしゅうございます。すごっ。普通はこうなんですよ。これで全然うまいんですよ。うまいよね。こんなの俺自分の人生でやることはやるなんて思ってもなかったよ。一口2000ぐらいだぞ。本当だよ。僕中宮の扉叩いてるんですか。叩いてるね。少なくともね、今安藤さんと飲食できる。でも安藤さん最近判明したんだけど、中宮じゃなくてね、将軍だった。将軍でもさ、サノッチ、安藤さん、小川あたりでバトルしたらおもろいと思う。でもあの人は3キロかけません。いや、ほんと大川と一緒ぐらいだと思う。将軍王、中宮王やろう。中宮王 やります、ね、やろう、絶対やろう。中宮王決定戦だったらやっぱり龍玄さんは、うん、絶対呼ばなきゃいけないですよ。龍玄さんと中宮王さん、うん、とラーメンショップ石川店のパンチャーの中で、あぼちゃん、あぼちゃん、おあら、いや、金のりで食べるあいつ、うまいな。やっぱお客さんって海外の方多いですか。今多いですね。はい、2階にも来ましたもんね。うん、ちなみに24時間営業。24時間営業です。おー、24時間。はい、お休みなしですか。24時間です。うわ、すごー。新宿だけで何店舗ですか。まず12店です。ん知らなかった。何だよ。お客さんめっちゃあるよ。
もあの宝いただきました。素晴らしい。やっぱさ、味わって食べるとさ、量食えるよ。お腹減ってるだろ、ケースで。曖昧なの、それはどうですか。そんなこと聞いてねえんだよ。シェアシェアしようぜ。大丈夫ですか。健康、健康。シェアしよう。でも、たらあるよ。ほら、本当に肉苦手なんですよ。苦手だよね。それ、お前めちゃめちゃうまそうだ。めちゃめちゃうまそうっすよ。センスはあるから。またちょっと痩せた。最近ちょっと頑張ってるからね。あの前回やったって思った、あれすごいと思った。もっとこれ、あの前に戻す、戻した方が食える。マジで。ちょっと僕全然こう話してていいですか。じゃあ実はなんですけど、来年の5月に出た、はい、生ガオをやろうと思ってて。取り分けちゃったよ。生顔ね。その人顔の話してた。いけんべ。そう、生顔をやろうと思ってて。なぜ生顔って。あの普段顔を見ていただいている方はオンラインじゃないですか。うん。イベントとしてステージと会場を作って選手。ミュージシャンのライブみたいなこと。そうです。うわあ。え、顔できんの？まあ、できるかどうかっていったらちょっと今揉んでる途中なんですけど、まだ、まあ、日程一応5月で調整してて、場所がですね、もう結構もう東京ど真ん中、渋谷あたりを予定してるんです。渋谷、渋谷の生顔。生顔です。生顔やったら皆さん来てくれますかね。どうなんですか。土日で開催予定にはしていて、一応大食いファンとしては自分は見たいです。見たいですか。なんかもし、はい、あの本当生顔終わったら行くよって方いたら、あのコメント欄に行くってコメントしよう。ありがとうございます。こちらが今期間限定の今の数番で味噌。味噌です。味噌珍しいですね。限定で味噌って。そうですね。こちら通常メニューの油そば。あー、うまそう。これ油そばの好みで黒酢食べられる。わっ、黒酢なんですね。はい。すげえ。いただきます。これ上の油なんですか。チーム、チーム、あ、マユ、マユ、黒マユと黒マユ、あと背脂もあります。で、いただきます。あ、もうマユの香りしますね。マユですね、はい。すっげーいい匂いするんだけど、いい香り。超濃厚、超濃厚。マヨとのスープに合う。めちゃめちゃ合います。てか味噌なんだよね。味噌なんですよ。でも本当思ってる10倍ぐらいクリーミーでのことなんですけど、家系の味噌っていうのは想像つかんの。どんな感じ。食べていいっすか。本当に美味しいです。あのマヨのさっぱり感と味噌の濃厚と豚骨の本当にマリアージュしたような。あー、うまい。あ、これはすごいな。これ期間限定ですか。期間限定です。これマジで超うめえぞ。これうまい。なんだろう、こんな食べてみ、食べてみ、食べてみって。あのね、初めて食べたから、ね、もう一回食べてみ。すげえ。これは新しいな。わかる、このスープ取る時の感じが新しいわ。味濃厚すぎて。あ、すごい。もうめっちゃうまいね。家系の味噌、この黒マユ、うん、すごいわ。ちょっとびっくりした、うん、これはもう考えた人天才だわ。これ24時間空いてるんで、忘年会シーズン終わったりに、新年会シーズン、すげえ時間帯に3時に飲み会が終わって4月までの小1時間ここでラーメンとかで最高じゃん。締め食べて手間か。まずやぞ。お願いします。お、麺の種類違うんですね。あとはさ、違います。トミちゃんだ、トミちゃん。褒めてる。うん。
そのエルレの富美さんじゃなくて富美の方、これ曲にどうだよ最初このいやもう途中でしょ。でも僕油そばって思ったけどドロッとしてたから意外と色もいいんですていうか俺と小川の出会い油そばだから、ね、そう、そして僕は油そば屋やってましたから、そう小川の店に行ったのが初めて。いただきます。どうですか。うん、新しいジャンルの油そばだと思います。美味しいです。優しい、優しめなんですか。うん、新しい、これ新しいね。あのゴワゴワ麺の食感がいいですね。なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいですかね。ケンちゃん食べてみて。今まで食べたことないタイプだから。うん、醤油ベースなんですか。そうですね、醤油だ。うん、確かに新しくない？美味しいですね。さっぱりしててすごい食べやすいんで、女性の方とかでも全然いけるんじゃないですか。うん、これ新しいってこの味。でもめちゃめちゃうまい。全部食べきってるけど体が楽なんですよ。あ、寿司じゃないんだ。寿司じゃない。ライドのみんなに食べれる感じで。けんちゃん大丈夫か。58分ぐらいの俺みたいな声出したけど無理するなよ。食べれないかもしれない。大丈夫大丈夫。ガオって何回やんの。まあブレイキングダウンよりは言ってねえんじゃないですか。ブレイキングダウン今何回やん。21。ん21。21。あ、でも超えてんじゃん。うん、まあ、超えてんじゃん。でも規模感が全然違うけどでもさ、コンテンツとしてはもう成立してるよね、ガオって、うん、すげえ思う。しかも今あの誰とも大食いをもやってないっていうのもでかいよ。フードバトル国家系の番組ないもんね。有吉ゼミぐらいでしょ。なんかさっき振るわない時あるけど大丈夫ですか。フルスロットだった。振るってるよ。振るってる、振るってる、振るってる。フルスロットしてるよ。大丈夫。やっぱり生き物だからさ、上がり下がりってあるじゃない。なるほどね。それはあるけど基本的にフルスロットガンガン。俺もそろそろやばい。自分でも客観視できないから分かんないけど、やばいとは思ってないですけど、でも強いしすごいと思うけど、成長率がなくなったなっていうのは僕めっちゃ分かったし、伸びしろ、伸びしろっていうか、いや伸びしろがないわけじゃないです。だからこう伸ばそうっていうのはあんまこない。気持ち、うん、キープで止まってるかなって。もう全然ない、全然ない。それはやっぱりライバルがいないからとかそういうのあるんですよ。燃えるものはない、ないんだか。でもそれって本当のファイターじゃないんだよ。本当のファイターって戦い自分だから、自分の成長じゃん。大悟見ながら一緒だよ、自分の道を極める。自分の伸びしろ、大食いの伸びしろ多分見てないな。多分一番今あるのそれ川添だよ。あんのかな。いや、あいつじゃない。でもそう今言って思ったけど、その日本一じゃなくなったっていうのもあるかもしれないね。ひょっとしたら無意識に、うん、わかんないけど。じゃだからといって、じゃあ戦いますってなったら負けのようにするよ。やっぱりするっていうか、負けたくないから真実に。え、もう見てわかる、うん、雰囲気が違う。こいつらがちょっと変わったなって、方向性変わったなって。うん、で場所がなくなっただけじゃない。戦う、うん、もう可能性ね。戦う理由も必要だと思うし、大食いをやりましたったら話また変わってくるよね、うん、いやもちろんガオもそうだよ。だああいう大食いをじゃなくてもフードバトルみたいな1000万円使ったらみたいな、人生変わるんじゃねみたいなのだったら全然違うんだろうね。また、まあ、俺だけじゃなくて、でも一つ言えるのは、美味しく楽しく食べる人は伸びるじゃん。お金稼げるでしょ。それはあると思う、世の中的に。多分そういう背景。じゃあそんなのよりもガチ系の方が稼げるんだったら多分やっぱり多分金持ちの道楽でやってるだけだったらいいけど、大食いを生活が多分ね、まあ、俺も含めたけどっていうのは俺あると思うよ。改めて小川に言われるとちょっとショックだな。いやそんなあれですよ。いや結構なんか考えさせられるもんある。でもまあでもその環境で負けない、一番多分言われたショックだわ。負けないっていうのはあるんじゃないと思う。もう今 の, そのどこのメンバーだってそんな興味に感じるのそんなにないと思うし、まあ、いざじゃあ場所と時間が決まって仕上げるって仕上げるんだろうけれども、でもなんかまあじゃあ12キロくらいまで行こうかって、そこまではない。仕上げていったらなんかもう12キロなんてあれだよ、2017年で自分の人生かけたわけよ。出すからあいつの人生かけてさ、また見たいですか、あの仕上げを。まあ、僕は見たいですよ。じゃあちょっと改
だ、賞金高い顔やるか。金なんか金、新顔優勝賞金300万これめちゃくちゃみんな仕上げてくると思うよ。もしくは、まあテレビ番組だろうね。やっぱり結局大会があってなんか失うものがあるからやっぱ面白いんだよ、見てて。称号みたいなのもあるし、うん、ガオが一番それにできればいいんだけどね。2020年のガオのチャンピオンのものじゃないけどさ、ね、ガオさ1年に1回マジなやつやる。その何今までマジじゃないみたいな。いやいや、マジっていうのは大食い王のパクリ。わかりやすく言うと、まあもう全然やれなくはないっすよ。それでもう優勝100万どう？で1年に1回これ今やってるレギュラーガオみたいなのとは別。予選は？もちろんもちろん。あのだから大食いと一緒よ、集めるだけ人集めて、なシステムも一緒だから、その場所とかレギュレーションとか食材とか全部1歳でやるっていう新顔を1年に1回。どうしよう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 、なになになに本当さ、もともとマジ乗ってるけどさ、喋ってる何も食ってねえんだけど。どうすんだろうなと思った。食えやバラけちゃったよ。あ、ちょっとすごい、なくなっちゃったよ、金ピカが。絶対俺高値だと思う。やばいよ、10万円の家だろ。よっしゃ、はいはい、全て完食。お疲れ様でした。で、ほとんどね、まーちゃんのおかげだと思うよ。全然力に立てなかった。僕も今日全然立てなかったです。めちゃめちゃ面白かったです。一角千金ラーメン、あれがね、やっぱり人生初の経験で、43年間生きてきて、まさか金の海苔でご飯を包むとは、金の海苔で麺をくるむとは思ってなかったです。すごく楽しい貴重な経験でした。そして何よりも味がめちゃめちゃ美味しかったです。あと新作の味噌黒マヨのマリアージュ的な、すごく美味しかったです。ぜひ皆さん一角屋さん来てください。マジで美味しい。新宿に12店舗、12店舗ありますから。あ、12ね。ぜひ来てください。今日楽しかったですね。でも楽しかった、いいな金のラーメン。たまにはいいね、こうやって美味しいもの食べるとやっぱいろんな話も弾むしさ、まあ、どこが使われてどこが使われてないか分からないけども、はい、結構過去一ぐらい話弾んじゃったからさ、ここ二人で話すのもなかなかないからね、いいね。確かに、うん、それもすべて市角屋さんの美味しいラーメンがあったからですよ。本当にありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったです。じゃあまた来週も市角屋さんからスタートですからね。そうですね、はい、じゃあ来週は、違う店舗からお会いしましょう。市角